国家戦略担当、新しい公共科学技術政策担当、宇宙開発担当大臣の記者会見です。最後まで、ご苦労様で、ございます。引き続きまして、民主党の政調会長と兼任という形で、国家戦略担当、そして、新しい公共の担当に加えまして、宇宙開発担当、そして科学技術を担当することになりました。よろしくお願い申し上げたいと思います。私は常々申し上げておりますけれども、政治家の使命、特に現在の日本の政治家の使命は、豊かさを次世代、さらには次の世代に引き継ぐことだというふうに思っております。そのために、特に少子高齢化、現役世代の減少の問題、あるいは地球温暖化、環境の問題、こういった問題を世界に先駆けて、解決してみせるということが、私は大変大切なことだというふうに考えております。このため、国家戦略担当大臣という立場で、引き続いて、新成長戦略、あるいは財政運営戦略の着実な実施、そして包括的経済連携の推進、食と農林漁業の再生に関する検討、地球温暖化問題の調整等に取り組んでまいりたいというふうに考えております。また、俗称、国家戦略室 B チームと呼んでおりますけれども、いわゆる総理補佐チームの方もですね、総理が政治家として判断するために必要となるような情報を収集して分析して調査できるような体制をさらにですね、強化できるようにしたいというふうに考えております。もっと申し上げれば、今申し上げてきたような国家戦略担当大臣としての戦略課題にさらに追加を2、3考えておりまして、適当な時期にそういった戦略課題についても皆様に申し上げたいというふうに考えているところでございます。新しい公共でありますけれども、昨年末から現在に至るまで、いわゆるタイガーマスク現象というのがございますが、最近は月光仮面を名乗る方もいらっしゃるようでありますけれども、いわば将来世代に向けて、善意の寄付が各地で広がっていると、人を思いやる、そういった気持ちが脈々と日本の中に続いているということは、大変好ましいというふうに思います。こうしたいわば思いやりの心が、一時的な現象に終わらないように、新しい公共の推進、あるいは実はこういった皆様は寄付税制の優遇を受けていないわけでありますけれども、ご存知のように寄付税制の見直しを行ったわけでございます。そういった気持ちがですね、さらに広がるような、そういう運動をしていかなきゃいけないというふうに考えております。新しく追加された分野でございますが、科学技術政策は、これはご存知のように、菅総理が大変強い思い入れを持って、おられまして、私自身も予算、税制に深く関与いたしましたけれども、いわゆるポスドクの予算や科研費の補助金、これは対前年比3割増しにしたわけでありますけれども、そういったことに見られるように、選択と集中はいたしますけれども、こういった科学技術政策について、特に第4期の計画を作りましたから、強力に推進をしてまいりたいと、また宇宙の開発利用でありますけれども、これは準天頂衛星
の整備をどうするか、あるいは今、トルコとベトナムに対して行ってますけれども、いわゆる宇宙システムの海外展開など、重点政策を展開をするとともに、まだ率直に申し上げて、政策、宇宙政策の進め方について、方向性が出されておりませんので、これについて一定の方向性が出せるようにしたいと、そういうふうに考えているところでございます。若干細かいですけれども、さらに実は IT 政策であるとか、情報セキュリティ対策、これはつまりサイバー攻撃対処なんですけど、そういった問題も私の担務というか、範疇に入ってまいりまして、それらについても、国民が情報通信技術を安全安心に利用できる環境を構築をしてまいりたいというふうに考えております。知的財産もそうでありまして、この知的財産はディファクトの獲得とか、あるいはコンテンツ強化を通じたクールジャパンの推進とか、産業連携とか、それぞれありますけれども、そういった問題に取り組み、着実に結果を出していきたいと。で、最後になりますが、中国における域化学兵器処理、これも私の守備範囲になりまして、昨年の10月から廃棄事業が開始をされて、発掘回収から廃棄という新たな段階を迎えたところでございます。今後、化学兵器の禁止条約に基づいて、事業の推進を図ってまいりたいというふうに考えております。政調会長兼務という立場でございますので、予算及び関連法案の成立はもとよりでございますが、税と社会保障、あるいは経済連携、これも6月、それぞれ6月ということを総理がおっしゃってます。さらに6月のテーマがもう一つございまして、これ戦略室が深く関わっておりますが、農業の再生と。さらにはマニフェストの検証、いわゆる総点検、再整理、この問題もございます。さらに加えて、先ほど申し上げたような問題ということでございますので、幅広く守備範囲を持つことになりますけれども、大事なことは結果をしっかり出すことだというふうに思っております。それぞれ困難な課題でございますけれども、正面から向き合っていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。以上です。はい、どうぞ。はい。6月に時期が迫っているですね、はい、税と社会保障の改革に関してなんですが、はい、これは与謝野大臣との、はい、いわゆるどちらが中心となって司令塔機能になるのかという、役割分担の問題をどう考えているのか、はい、あと与謝野大臣がですね、社会保険料方式というのが合理的であると、社会保険料方式というのが合理的であるというふうなことをおっしゃっていて、はい、民主党が掲げている全額税方式とは意見が異なっているわけですが、民主党の成長を抱えている立場として、どういうふうに折り合いをつけているのか、はい、はい、大切なことはですね、意思疎通をしっかりやるということだと思っております。そのことについては、先ほども2人で話をしていたところであります。同時に、菅総理からも、私と官房長官で、この税と社会保障の分野についての、いわば役割分担について、整理をしてほしいと。という話がありましたので、私と官房長官の方で、よく整理をしたいと。ただ、いずれにしてもですね、政府・与党一体になって進めなきゃいけないということで、ありますので、いわゆるその関係者が頻繁に、やはり意思疎通を図っていく、緊密に連携をするということが欠かせないというふうに考えております。で、また社会保障のあり方、医療、介護、年金、それぞれあるわけでありますけれども、年金のありようについてはですね、これから
具体的に示していくということになります。まあ、基本的に全額税方式という議論がベースになっておりますけれども、まあ、最低保障年金っていうのはですね、いわゆる基礎年金をまるまる税方式でという話とはまたちょっと違うんですね。ですから、どういうところで折り合いがつけられるのか、つまりは我々が求めるべき社会保障水準、年金であれば、そういった最低保障年金の額であるとかですね、そういったことがまず示されて、その上で負担のあり方について議論していくということが適当なのではないかというふうに考えております。どうぞ。はい、政治指導確立法案についてお尋ねします。はい、現在の継続審議となっているんですが、はい、この法案に例えば、ね、同じく継続審議となっている国会関連法案に盛り込まれている、はい、大臣などの動員規定を盛り込むとか、あるいは菅総理が先日意欲を示された内閣官房副長官兵の声の国会議員登用などの規定を新たに盛り込んだ上で、その修正して出し直すという可能性はあるのか、大臣のお考えをお尋ねします。これはですね、現時点では継続審議ということで、ございますけれども、まあ、今おっしゃったようなことも含めて、よく国対と相談をしながら進めていかなきゃいけないなというふうに考えているところでございまして、単純にですね、継続してお願いしますと言って、スムーズに審議に入れるような状況にはなかなかなってないのかなというふうに現時点では見通しておりますので、さまざまな処方箋を考えなきゃいけないなと、そう考えております。はい、最後でお願いします。はい、日経新聞の山田ですけれども、はい、税と社会保障に関して、国の、背骨の部分に関して、当該の方が担当するということに関して、民主党の中でも疑問の声が上がっていると思うんですけれども、現場大臣の認識はどうでしょうか。先ほど申し上げましたように、当該の方ということでありますけれども、私はいわば援軍だというふうに考えるべきだと考えております。同時に、政府・与党一体となって、どの道進めなきゃいけないということであります。与謝野大臣は私が考えるに、この国の直面する危機、困難な課題に対して、いても立ってもいられないと、そういう思いで、おそらく参画をされたというふうに考えておりますので、私は援軍、強力な援軍のお一人だというふうに考えております。はい、以上で現場大臣の記者会見を終わります。ありがとうございました。